今日は高校入試の追試項目についてお伝えします。国が高校入試の追試の対象としているのは現状新型コロナやインフルエンザなどです。女性特有の生理に伴い月経痛などの症状が起こる月経困難症は含まれていません。実は自治体によってばらつきがあります。その月経困難症について全国47都道府県の教育委員会に聞き取り調査をしたところ、このピンクですね、これが対象になるというのが14道県ですね。そしてこの青、対象にならないというところが15府県と回答しました。15府県が回答しました。そして白、18都府県がどちらでもないと、対象にするかどうかは個々の状況に応じて校長先生が判断しているなどということでした。ここを見ると全国の中でもまだ対応というのはばらつきがあるというふうに言えますね。はい、兵庫県も現在は追試の対象にはなっていませんが、暖かい別室で受けさせるなどの配慮はしているということです。小林さんは試合の日と生理の日がかぶってパフォーマンスに影響することとかってありますか？私自身は記録にはあまり直結はしてなかったんですけど、ただ同じになってしまったらどうしようっていう不安があったり、でも周りはやっぱり生理痛を経験している選手も多かったですので、まさにそうですよね、その試合だったり試験とこう被ってしまうっていうとパフォーマンスは低下に、ね、つながってしまうので非常に難しい問題だと思いますね。月経時の辛い症状について町の女性に聞きました。表すなら野球バットに殴られる感じ、疲れてるみたいな、なんか後ろから刺されてるみたいな感じ。結構骨盤をぎゅっとこう締め付けられるような痛みというのが始まる2日前ぐらいから始まって、で生理が始まって2日間、だいたい4日間ぐらいはかなり痛い、ずっしり重い感じが、イライラすることが私多いので、そうですね、うん、その辺をね、カバーし見てカバーしながらっていう感じですね。家事の負担とか、まあ、子供たちのこととか、まあ、料理とかそういうのも、まあ、自分がやったりとか、お腹さすってくれたり、まあそうですね、お腹さすってあげたり、まあ、なるべく冷やさないようにとか、そういう感じですかね。そもそも月経困難症でどのような症状が起きるのか、神戸市内の産婦人科医に聞きました。子宮がぎゅっと収縮するときに痛みを感じて、まあ、それが痛みだけじゃなくて気持ち悪かったりとか頭が痛いとかっていうのも全部月経困難症という病気になります。この日も月経困難症に悩む女性が来院しました。前回の生理が来た時に、なんか生理痛今までそんなになかったんですけど、吐いたりとか、なんか気分悪くて、生理の痛みについては痛み止めとかで対応はできるんだけど、気持ち悪いとかそういったのは確かにピルがいいかもしれないですね。人によって症状は様々ですが、痛みの辛さに悩んでいる人もいました。そんな中、自治体の対応にばらつきがあることもあって、文科省は先月、月経による体調不良で高校入試を欠席した場合、追試の対象にするよう求める方針を年内に全国の教育委員会に出すと発表しました。兵庫県教育委員会は国からの通知を受けてから検討していくとのことですが、現時点ではどのような対応になるかわからない状況です。中学生からは追試の対象にしてほしいという声が上がりました。勉強とかしてるときに眠くなっちゃったりするのも、テスト中になったら困るなって思うことは多いので、やっぱりその対象にはしていただけたら嬉しいですかね。お腹がギュッてされるっていうか、なんかトイレに行こうと思うんですけど痛すぎて行けないみたいな痛みが続く感じで、私は会ってくれた方がありがたいなって、そのひどい人たちからしたらありがたいなと思います。とはいえ、来年すぐに自治体が追試の対象にするかどうかは分かりません。またどうしても当日に試験を受けたい学生もいるかもしれません。大事な試験と生理が重なりそうな時の対策などについて
産婦人科医に聞きました。痛みって、まあ、誰にも分からなくて、なんか点数でつけるとかないし、あの若い子の生理痛って原因がないことがほとんどなので、こうすれば良くなりますよっていうのもはっきり分からないので、まあ、それで入ってこないのかなと思いますね。ちょうど今12月ぐらいで、あの本当1月からの来年の試験に向けて来られる方います。本当に今ぐらいの時期からでも遅いぐらいで治療して、で生理の受験の時に集中したいんでって来られる方おられますね。生理痛がひどい方の場合だったら、もう痛み止めをもう早めに飲んでしまって、万が一痛くなってから飲むよりも痛む前に痛み止めを飲んで対策をする、あともしくはもうどうしても不安であれば、あのピルで生理をずらしてしまうという方法もありますね。医師によりますと、婦人科を早めに受診する、痛み止めなど薬を予定日より前から飲んでおく、体を温めるなどの対策で症状は緩和できるということです。今の話を見ると緩和策というのはあるとは思うんですけども、やっぱりこう試験というのはできるだけこう平等に受けられるべきだと思うんですよね。小林さん、やっぱりこれ追試のですね、対象になるということになれば、かなりありがたい学生さんもいらっしゃるんじゃないかなと思います。そうですね、まずこれ自体を受け入れる受け入れない関係なく、やっぱりニュースに上がって議題に上がるということは一歩進んでるっていう思いでいますね、はい、なかなかこういった話題っていうのは言いにくい学生も非常に多い中で、ね、あのもしかしたら追試の対象になるかもっていうのは一歩進んだっていうふうにすごく感じましたし、先ほど産婦人科にこうやって受診されてる学生も実際いるんですね。はい、結構若い方多くて、はい、10代の子でもこう中学生でも高校生でもこう痛みが重くて、はい、来られる方もいました。あの産科の先生方もよく言われているのが、10人いると本当に10人とも違う症状も痛さも同じにはこうくくれないっていうぐらい、皆さんそれぞれ感じ方も重さも違いますので、ね、あの本当に将来をこう占う受験ですから、ね、あの踏み込んだ対策はあっていいかなっていうのは感じますね、うん、今のところその都道府県によって対応が分かれているということですので、はい、まあ、来年のもう高校入試ではですね、成立が追試の対象になるのかというのが、兵庫県教育委員会の今後の動きに注目が集まります。今日は藤浦記者でした。